アイデアが必要、はい、思いつかないって言ってる人は何に悩んでるかが分かってないことがほとんどですね。採点基準を自分が知らないのに採点しようとしてるみたいな状態だから。本日編集者の佐渡島洋平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お伺いしたいことが CR25 の新サービスとして CR25 ワイドショーっていう機能が、リリースされることになりまして、いろんなビジネスパーソンにお題をこう編集部から投げかけて、ビジネスパーソンの知見をそこにこう回答していただくっていうようなサービスになってるんですけども、はい、その中の一つのテーマに佐渡島さんに今日はちょっとお答えいただきたいなと思っておりまして、はい、で佐渡島さんに当てたい質問が、アイディアに行き詰まった時の対処法を教えてくださいと。アイディアにね、困った時、行き詰まった時にどうするのっていうことで言うと、僕は人がゼロから何かを考え出すっていうことはもはやないと思っていて、常に転用だと思ってるんですよね。だから何がスライドできるのかとか、抽象度と具体度を変えるとこれは何と同じと言えるだろうかっていうことを考えるんですよ。人と話してた時に僕の特徴として言われたことがあるのが、顔を見てる時に誰々に似てるねとかってよく言うんですよ。つまり何がどう似てるのかってことをいつもよく考えてますね。天野さんに対してなんか似てるよねって言った時に、髪型で似てるということもできるし、性格が似てるということもできるし、職種とかね、会社での立ち位置が似てるっていうこともできる。さらにその複数が組み合わさって似てるっていうこともできて、どのレイヤーでどう似てると思うのかっていうのが切り口だったりするので、表面的に似てるだけじゃなくて、さらに本質的なところで似てるとは何だろうとかって考えたりして、天野さんの似てるを例えば10個考えるだけでも、どの似てるが最もしっくりくるかなって考えると、天野さんについて考えることになるんですよね。作品とかコンテンツを分解する目で見るみたいなことなんですか？そうですよね。結局似てるとこを探すっていうことは、様々な切り口でその人を観察し直すっていうことかなと思うので、はい、ただただね、その一点突破で似てるって言わずに、なんとなく似てるなじゃなく、うん、そこの解像度を上げて、そうです、分解するっていう。アイデアが行き詰まってるって言ってる時点で悩んでるわけですよね。で、僕の悩みは誰と似てるんだろうって考えますね。つまり何か似てるものからちょっと変えて転用できるんじゃないかとか、そうです。それで、その似てるが最も遠いところで見つかると、なんか結構イノベーティブなアイデアが出ると思ってて、実際のところで言うと、僕、会社の組織作りをするときに、悩んでたときに、馬の研修に行ったときがあるんですけど、鞭を使って馬をコントロールするのって僕はかっこいいとは思わない。じゃあ、どうやって目と僕の仕草だけで馬とコミュニケーションを取るのかってなったときに、馬の様子を観察して、馬のしたいことを聞くから始めるんですよ。馬のしたいことを一回聞くと、馬もこっちのしたいことを聞いてくれるようになるんですよ。だからこっちの主張を先に言うんじゃなくて、馬の主張を一回聞いて、馬が聞いてもらえたなって思うと、馬が今度こっちの主張を聞く態度に変わるんですよね。じゃあそれは組織作りとかでも使えるなって思った。なるほど。そうです。じゃあもう普段からいろんな何かをこう経験体験するときに、これって自分の悩みにこう何か転用できるんじゃないかとか、アイディアになるんじゃないかなっていう目を常に持ってるらっしゃるんですか？そうですね。会社なんかやってると悩みと課題しかないですよね。その悩みと課題を解くのが楽しいわけだから、その悩みと課題が何に似てるかなって常に考えてて、で、あ、これに似てるって思うと、よし、そこ行こう、その人と話してみようとか、なんかそういうような感じになりますよね。僕らがそれを真似してこう、まあ、アイデアマンになりたいって思った時に、最初はどういう目で見るところから始めるといいとかってありますかね？まずアイデアっていうのは、悩みが特定できると解決策が見つかるんだと思うんですよ。なるほど。アイデアが必要、はい、思いつかないって言ってる人は、その1個か2個手前の何に悩んでるかが分かってないことがほとんどですね。アイデアが欲しいって言ってる人が結構魔法が欲しいみたいな感じのテンションで言ってることがすごい多くて、そうじゃなくて、自分は何に悩んでて、何を解決したくて、目指すべき姿はどこなのか、何ができるとアイデアが出たと思うのか、
アイデアが出たと思う瞬間って自分が採点してるわけじゃないですか。なんだけど、採点基準を自分が知らないのに採点しようとしてるみたいな状態だから、そうするといつまで経ってもアイデアが出てこないなーって、もう実は出てんのに出てきてないと思ってることもすごいあるし。内容じゃあ明確にして、いろんなものを見て、まあ、何かからこう転用することでそれが解決できないかっていう。だからアイデアがないかなっていうふうに自問自答するんじゃなくて、自分は何に悩んでるんだろう、どうすると自分はハッピーになるんだろうとかって感じで、ちょっと問いの形を変えてみるといいですよね。じゃあ佐渡島さんご自身も組織運営とかで悩んでた時には、自分はどういう会社にしていきたいんだろうみたいなことをこうちょっとイメージしてたっていう感じなんですか。組織運営が問題だ、なんかアイデアないかなだと広すぎるわけですよね。結局アイデアを出すって自分の課題を狭めていくっていう行為で、分けていくっていう行為が必要ですね。なんとなくだから会社がうまくいかないんじゃなくて、コミュニケーションがあんまり取れてないな、じゃあ、その取りづらい人と取るにはどうしたらいいんだろうっていうところで、まあ、馬とかもう人間じゃない、言葉が通じないものとっていうものを転用できるっていう、そうすると今度、馬の研修だけじゃなくて、鷲田誠一さんっていうね、人の聞く力とか待つ力っていう本があったりとかして、馬の研修行った後に、あ、聞く力と待つ力が重要だと思ったらその本を読むとかっていう風になって、そうすると馬で経験したこと、聞く力、待つ力に書いてあったこととかを組み合わせると、あ、こうするといいんだとかって言ってアイデアが出てきたりだとか、こうつなげるような視点が持てるっていう。だからアイデアが出た瞬間ってある種分かったみたいな気持ちになるわけじゃないですか、はい、分かる前には分ける行為が必要 で分けるためには分けるための仮説が必要でっていう感じだと思うんですよ、ね、なるほど。佐渡島さんが以前おっしゃってて面白いと思ったのが、うん、みんなそのいいアイデアに一度しか触れないんだと。知るとか分かる、できるの間にこうそれぞれ壁があってたくさんね、うんうんうん、はい、知っただけで満足してるんだみたいなお話があったと思うんですけど、うん、それをこう、まあ、実現したり実際にやるっていうためにはどうしたらいいのかっていうところを、うん、佐渡島さんの場合はどういうふうに考えられてるんですか。動画とか見て面白いなと思ったとするじゃないですか、はいはいはい、そうしたらすぐね、もう横の席に座ってる人に一回サマライズを自分で言ってみる、話してみたりとかノートに書いてみる。それはアウトプットすることで、アウトプットするときにできないから、はい、面白かったよとか、いやすごい役立ったよとかっていう風な感じの話になっちゃって、それは要点を得てるねっていうまとめが言えないから、横の人に言って言えなかったら、僕だったらもう一回それで動画見直すんですよ。動画見直してもう一回誰かに説明してみるとかっていう風な感じで、僕何か面白いと思ったらそれを他人にうまく説明できるなっていうところに行くまで10回ぐらい平気で他の人に喋りに行きますね。じゃあ例えば映画を見た時とか、そういろんなコンテンツに触れた時もそれをされてるんですか。そうです。とにかく感想を言葉にするっていうのが一番いいです。なるほど。確かに社内とかでやってみたい。そうだから雑談が超重要です。どっちかっていうと悩みを先に明確にしていると、雑談は結局悩みの中心に迫っていく行為なんですよね。結局そこもやっぱ自分の悩みをこう分解して理解しておくことで、雑談もそこにこうのずと寄せていくって感じですよね。 あと僕ちょっともう一つ聞きたいことがあって、里島さんがヒットコンテンツをすごい見てると思われがちだけど、そんなこと全然ないっていうふうにおっしゃってて、うん、の三浦さんにこの前取材した時も同じことをおっしゃってて、すごいびっくりしたんですけど、それってなぜなんですか。もうそれは過去のものだからですよね。僕ら今未来を作るために今があるわけで、過去を見てても意味がないわけで、未来がどうなるかの予測はそこにはないから、それの予告編とかを見て自分だったらどうするかっていう思考実験はしますけどね。タイトルから自分だったらどうするかとか、自分がこの企画書を書く段階だったらどう考えたかなとか、そういう感じで言うと、そのヒット作から自分流の何パターンもの if は作るけれども、そのヒット作はもはや誰かが考えた過去のアイデアだから、過去のアイデアを参考にする必要はあんまりないので、大まかには把握しときますけどね、どういうテーマでとか、はい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 、あとどっちかっていうと世間の人の感想はすごく見に行きますよね。こういうところを世間の人は面白いと今思うんだとか、こういうのはちょっとついていけなくなるんだなとかっていう、世間の空気はまさに今なので理解しますけどね、はい、そこから未来が予想できるので。最近流行ったとかものとかもじゃあそんなに見てない。流行ったから見るんじゃなくて、僕の興味の対象、僕が悩んでることとか僕の考えたいことの思考を深める
方向性のことをやっている作品を見ますよね、はい、ヒットコンテンツっていうのは常に何かがヒットしてるから、それをずっと見てたら社会のトレンドに自分が消費されちゃうので、そうじゃ自分が何を悩んでて自分が何を考えたいのかってことが先にあって、そこに当てはまるものはじっくり繰り返し何度も見ますけれども、そこに関係がないものに関しては遠くから見て把握してるって感じですよね。やっぱり自分のその軸となる悩みというか考えがあって、うん、そこ起点で、うん、まあ見るコンテンツも選ぶしっていう。そうですね。最後一つだけ、CR25 ワイドショーでいろんなビジネスパーソンにこうビジネスの知見を聞けるっていうサービスなんですけど、佐渡島さんがこういろんな人にこの質問をしたいっていう問いって何かあったりしますか？人とか世間との距離感の適切な距離がどれぐらいというふうに考えてどう測るのかっていうのは知りたいですけどね。やっぱりじゃあ佐渡島さんがそういう人との距離感とかに今悩んでいるとか、うん、興味がある、関心がある。そうです。どれぐらいがいい距離感なのかっていう、どれぐらいの影響を人に与えるといい影響なのかっていうのを考えてます。ちょうどいい影響力っていうのは、例えば社長と役員、はい、社長とメンバーとかね、はい、それぞれどれぐらいの影響力を与えるとちょうどみんなが心地いいのかとかっていうのを考えたりしますね。影響力ってなんとなくその大きい方が当然いいかなっていうふうに思ってしまうんですけど、そうじゃないかな。そうは思ってないってことですね。小さい影響力の方が相手にとってはいいってこともあるだろうから、はい、それを全部絶妙のバランスでコントロールしたいって今思っているっていうところで、他の人が距離感っていうことをどう考えているのかが知りたいなと思います。